2017年10月ドラマ火曜日夜10時 TBS 系列監獄のお姫様。罪を犯した5人の女たちと罪を憎む1人の女刑務官。決して相入れないはずの両者の心が通じた時、ある男への復讐が始まる。しかしそのリベンジ計画はまさかのハプニングばかり。過酷な状況でもたくましく生きる女たちの生き様を通して絆、友情、生きる意味を描く。公式サイトのイントロダクションによると、元受刑者の加代、明美、千夏、陽子の4人は現在も刑務所の中で暮らす忍の冤罪を晴らすため、元刑務官の和解を巻き込んである男の誘拐を企てる。その男とはイケメン社長として話題の板橋五郎。忍は五郎の元婚約者で、五郎のもう一人の恋人の殺害を依頼した罪で逮捕されたのだった。忍の無罪を証明するため、元受刑者4人と元刑務官がチームとなって動き出す。笑って泣ける人間ドラマとして描く、工藤官九郎脚本のおばさん犯罪エンターテインメント。主人公馬場佳代は元銀行員のキャリアウーマン。会社の同僚だった夫と結婚15年目、一人息子がいる。浮気した夫を発作的に刺し傷害罪で服役。口癖は冷静に。ふん。で、演じるのはね、今年2017年は1月クールの日本テレビスーパーサラリーマン冴えないしに続いての連ドラレギュラーで、2014年4月クールフジテレビ続最後から2番目の恋以来3年半ぶりの連ドラ主演となる小泉今日子。ふん。ちなみにね、TBS に限れば2001年の恋を何年休んでますか以来でなんと16年ぶり。ふん。で、そして脚本の工藤官九郎とのタッグはね、2013年の上期に放送された NHK の朝ドラアマちゃん以来で、 TBS では2003年10月クールのマンハッタンラブストーリー以来14年ぶり。ふん。で、そしてそんな小泉今日子を演じる主人公を取り巻く登場人物とキャスティング。まず、加代が服役中に雑居房の6号室で共に過ごして絆を深め、現在は出所を果たしている面々。通称在テクこと勝田千夏に菅野美穂。在テクで有名なカリスマ経済アナリスト、数億円の資産隠しと脱税、さらにインサイダー取引で実刑判決を受ける。同じく通称女優こと大門陽子に坂井真希。ある若手俳優にハマりすぎて追っかける金が足りなくなり、横領や詐欺に手を染め服役。同じく通称姉子こと足立明美に森下愛子、元指定暴力団組長夫人。夫を助けるため夫の罪をかぶり自ら出頭、違法薬物不法所持で服役。そして現在も服役中の通称姫こと江戸川忍には加穂。大手乳製品メーカー江戸川乳業社長令嬢、当時の副社長板橋五郎から交際を申し込まれ婚前旅行をするまでの中に、だがその旅行の最中五郎の恋人を殺した容疑で逮捕、懲役12年の刑に服す。事件当時繰り返し流された映像から爆笑ヨーグルト姫と呼ばれている。それから自立と再生の女子刑務所の刑務官、通称先生こと若い双葉に満島ひかり。犯罪、中でも再犯を憎む鬼刑務官、明晰な頭脳と迅速な実行力を持つ。同じく所長のごまはじめに池田なるし、さらに刑務所内で加代たちと同室だった小島優里に猫背椿。一方、加代たちの標的となる江戸ミルク、旧江戸川乳業社長板橋五郎に伊勢谷友介、若くてギラギラしたやり手のイケメン、恋人がいたが次期社長の座を確かなものにするため忍に近づき結婚を申し込む。一方、邪魔になった恋人を殺害、忍に濡れ衣を着せる。そんな板橋の妻、板橋晴美に乙葉、同じく板橋の息子、板橋祐介に前田小鉄、その他、加代と交流がある検事、長谷川信彦に塚本隆、観察力が鋭い、爆笑ヨーグルト姫事件に興味を持つ、
そして、かよの一人息子、馬場幸太郎には神尾楓珠。ふん。と、まあ、かなりの豪華メンバーが揃った。ね。うん。ということで、何はともあれ、監獄のお姫様、楽しみにしたいと思いますね。はい。